東京クロノス始めていきます。いやー、先生のケースでよ、東京クロノス。今回は2週目第3章か。今回から2週目の第3章になる。セーブどこだったっけ。ここやな。ほう、ここやな。どこにいるんだの後やな。気づいたんやけどね、おそらくね、2周目に入ったら、このメニュー開いてスキップって出るんで、あるんですけど、このスキップがね、あの、暗い文字で出とるときはね、スキップできんけど、そのあたりは、そのチャプターのあたりは、あの、新要素がないんじゃないかなって。だからスキップがこう出とって、これを白だと時はスキップしても1周目と同じ内容ばっかだから問題ないですよ的なところもあるんかなって思われます。じゃあ、あの、1周目にあったところはまあだいたいパスしていって、まあ2周目独自の内容のところまでカットしますね。こっちは見つからず、こっちもだ。どこ、あれ、ユウはどこに行ったんだ。あれ、ユウちゃんおらんかったっけ。そういえば、あれ、こんな内容だったっけ。捜索した、けど捜索することに集中しすぎて把握しなかった。最悪の結末。あれ、こんな感じだったっけ俺。この辺の1周目の内容ちょっとうろ覚えだったっけ。あれ、いなくなった。冗談でもそんなことは思いたくなかった。それは全員の雰囲気からして同じ気持ちだ。でも最悪のケースは考えておいた方がいい。あれ、こんな内容だったっけマジで。あれ、おかしいな。町工事は信じたくないと言った風に拳を握りしめている。僕だってそんな最悪のケースは考えたくないし望んでもいない。けど東北が呆然と姿を消した事実が容赦なく不安を煽ってくる。もう一度探しに行こう、暗くなる前に。すぐにでも出発しようと思った。その時だ。待って、よかった。ああ、でもこんな感じだったような気がするわ。今思ったらこんな感じだったような気もせんでもない。ゆうちゃん、不安にさせようって。おげんこだぞ、おげんこ。いや、ガチで不安やったもん。あれ、これ、一周目でこんな感じだったっけって思ったもん。ああ、見返しておくべきだったな、一周目の内容。どこ行ってたんだよ、ゆう。帰りが遅くて心配したんだぞ。ほんとごめん。あちこち念入りに探してるうちに。道に迷っちゃって。これごめんって手合わせたところを見たらさ、許しちゃうんだよな。私許してしまうんですよね。来るよ来るよ、みんな来るよ。来た。あ、どうした、何かあったのか。そうか、こんな感じだったな。でもね、ちょっとみんな、ゆうちゃんが遅れて来たっけって思ってね、ちょっと動画、一周目の動画見返してきたんですよ。てか、よくよく考えてみたらね、今この動画収録してる時ってね、YouTube に第3章公開してもいい6月に入っとってね、俺、第3章の、一周目の第3章の動画アップしてる頃なんですけど、まあ、最近編集したところってこともあってね、よくよく考えたらさ、ゆうちゃん、一周目遅れてきてないんよね。なんか、こういうところから若干変わってきとんよな、2周目。で、この感じで2周目は、1周目もゆうちゃんこの部屋にも来たんやけど、なんかこっからちょっと若干ゆうちゃんの様子が変わってきとんじゃないかな。なんか、ゆりあちゃん見つからんかったのに、割と笑顔だったんが気になるところ。この辺の文章は一緒か。よかった。洋介ちゃんといた。このセリフも一緒だったと思う。そりゃあいるよ。うん、若干表情が違うか、一周目と。なんか細かいところで一周目と違うところあるんよな。
何？あのね、ちょっとだけ近くにいさせてくれないかな。ちょっとでいい。ちなみにこのチャプターもね、スキップがこう黒い状態になっとるんでね、何かしら違う部分があるらしいですよ。この辺はちょっと変わってないと思うけど、なんか、うん、何も用意してあげられ、うん、これも一緒。このありがとうとかの言い方もなんか違う気がするよな、一瞬の時と。気のせいかな。なんだい？え？ちょっと待って、こんなんなかった、こんなんなかった、なかった、なかった、こんなんなかった一周目。ゆうちゃんのキョウスキーに対する欲求が一周目とは比べもんやらんほどこうでかなってるやん。うわーうわー、ゆうの行動の理由が分からなくて困惑してしまう。マジか。やがてぴったり10秒後に背中が軽くなった。数えてたん？ちゃんと数えてたん？うわー、そこの笑顔、この笑顔。うわぁ、一周目と内容変えてきとるよ、こういうところから。うわぁ、やべぇ。二周目も二周目で楽しいで、お前。びっくりしたよ、いきなり。どうした？どうもしないよ。元気の充電を兼ねてスキンシップ充電できる。マジか、うわこんな幼馴染がおったら俺ドキドキする。今そこにいる人に触れられるってすごく嬉しいことだよね。わあ、ユリアちゃんが消えて消えて、その上でこのセリフ読んだらすごい重みがあるな。そうやな、一人消えてしまったよな、仲間が。よくわからないけど、ここで彼女の不安が少しでも払拭できるのならそれでいいのかもしれないと思った。あ、でもこのシーンは一緒なんじゃ。あ、この辺一緒なんじゃ。はい、今日ってもこっち座って。え、いや、僕はこっちでいいよ。京介、京介、お前いてあげろ。よくないの、隣そばにいてほしい。そこまでしなくても。そんなに怖いのか？怖い。怖いよ。あ、やっぱりこんなセリフだったっけ？マジでだいぶ変わってきたんで。素直にうなずくユウ。さっき見せていた笑顔は単に明るく振る舞おうとしていただけで、根底に恐怖と不安があるんだろう。あ、そうか。だからあの遅れてきた時もあんな感じで笑いよったんやけど、それは。あーや、ってことはさ、一番の幼馴染の京介、大好き京介くんの前でだけあんなこんな不安な顔やっとんじゃ。そうか。同じ部屋の中で話でもしながら不安を紛らわせてあげようと思っていたけど、それ以上に優の不安は大きいみたいだ。一周目よりも不安がでかいんじゃ。わー、隣に来た。ほやな、隣に来た瞬間こんな顔じゃなかったもんな。いなくなったりしないでね。この辺は一緒かな。ちょいちょい一緒のところもあるんやけど、どこのタイミングからさ違うやつが出てくるかちょっと怖いなこれ。いなくなるわけないだろ、心配しすぎだって。なんだこれ、隣にいてもさ素晴らしいもんですねこれ。東国のこともきっと大丈夫、消えたわけじゃないよ、必ず見つけ出してみせる。この一文一文もさ、こんなんだったっけ一周目っていう感じになるもんな。本当？ユリアちゃん見つかる？こんなこと君言ってたか。二周目、一周目の時お前そんなこと言ってたか。まあ一応当てらしきものがなくはないんだ。え、言った、こんな京介こんなこと言った、当てがないだし。え、そっか、近すぎた。やっぱり京介は近い、近い、近い、近い。どんな時でも前に向かって進んでいく。より一層近づいてきたな。まあ僕ってそれくらいしか取り柄がないからね。デリカシーがない分不安に対しても鈍くできてるのかも。わ、
絶対言ってないわ、こんな一周目。まあ、せっかくこんな顔してない。こんな顔してない。絶対こんな顔してない一周目。そうだ。めげずに頑張る京介。え？私からご褒美。ご褒美？何ご褒美？キスとか。要するに京介くんの頭を胸にグムグムってするのか。うわ、やってみたい。やってほしいよ、俺も。たまには私の手を撫でてあげるね。よーしよーし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 。おいゆう。ついさっきまで撫でる側だったのに。励ますつもりが、いつの間にか立場が逆転していた。いいじゃん、いいじゃん、京介。なんだかひどく気恥ずかしいが、ユウの手つきは心地よかった。気持ちいいだろうな、やっぱり、ふふふ。自分が不安な時でも、ユウ人に優しくできるユウの強さが、僕の心に安らぎを与えてくれる。そうして頭を撫でたり、撫でられたりしているうちに、ユウもいつも通りの明るさを取り戻していったように思う。ありがとう、京介。ちょっと元気出た。これは元気どころじゃないよ。元気どころか村木も出てきた気がするんやけど。これがさ、VR やけんな。VR のゴーグルのいったりずなところなんやけどさ、こう近いなと思って、もっと近づこうと思って近づこうとしたらね、離れていくんですよ。一定の距離で離れていくんですよ、これ。見てください、これ。それならよかった。うん。でも、こんな風に一緒にいるのすっごい久しぶりでしょ。そうな。もう少しここにいてもいい？いいよ。あっと、カメラ。これはやいよだな、一周目でも。こっちに来てから撮ったみんなの写真。え？結構いいのが撮れてると思うの。今回は見せてくれるんじゃない？一緒に見よう。二周目は見せてくれるんじゃないの？見せて、見せて。いいよ、僕もユウの写真。そうそうそう。そんでカメラを、で写真を、写真、あれ？写真は？写真は？写真。写真は？そしてモードが変わり、やっぱ君か。そうだよね。一周目も君がメインみたいなとこだったもんね。そうか、やっぱそうなるか。自分の存在する意義について考えたことがある。何をするために生まれてきたのだろう。多分意味なんてない。ただ命の連なりとして僕が生まれただけなのだ。頭では分かっているけれど、それでも僕は存在意義を求めてしまう。もし誰かに必要とされるのなら、僕はそれで十分だった。鉄くんらしいな。おい、なんだこれ、つまんない。小学校の入学式で隣の席の女子にそう言われた。出会ったばっかの女の子にそう言われるのか。もうちょい知っていけよ。第一印象でいきなりつまんないって言われてどう思う。小学生のテツ君は彼女の質問にうまく答えられなかったからだ。その言葉がずしりとここにのしかかって、なかなかどいてくれない。変じゃないかな、ちゃんとできるかな。そう思うと途端に口は回らなくなるし、何を言っているかわからなくなる。表情がめちゃくちゃになっていることも知っていた。だからそう言われるのも仕方がない。休み時間は本を読んで過ごす。そうすると教室のけ、喧嘩が、え、喧騒か、喧嘩が忘れられたっての。部屋で、ね、教室で暴れ回っている男たちの様子を本を読んだら忘れるって、すごい忘れっぽさやな。だとしたら、あまり記憶がいい方じゃないから、よく、いいところ、そういうところじゃない。でも本には終わりがあって、それを閉じた瞬間、喧騒がなだれ込んでくる。楽しそうだな。教室の誰かに向かって、そう思う。でも、加わりたいとは思わない。僕が加わったら、あの楽しい空気を壊してしまうから。この頃からちょっとネガティブなところあったんやな。あ、この辺りも
鉄くん視点なんじゃ。一周目は京介視点で一挙だけど、あ、この辺から、この辺も鉄くん視点で見せてくれるんじゃ。マジか。二人組になって東国さんを探すことになった。僕と一緒に探すのは桜井くんだ。どこか疲れた様子で、表情にハケがなかった。ああ、ちょっと、自分の言った言葉がこれに、このユリアちゃんがおらんようになったことになんかトリガーになったんじゃないかって思っとる頃だったっけな。南側、結構広いけど頑張ろう。よったな。あ。僕の声にハッとした様子で小さく笑顔を浮かべた。東国さんがいなくなって、最も落ち込んでいるのは桜井くんだった。彼女がいなくなる直前までずっと二人で行動していたというのもあるだろう。しかしそれだけではなく、どこか後悔のような表情を浮かべることがあった。うん。その最後に会った時に話した言葉がきっかけでユリアちゃんが去っていってしまったのかもしれないと京介くんは思っている。それはちょっと後悔なんだろうな。でも結果的にはあの2週目で見たユリアちゃん視点の遠藤と同様にユリアちゃんも京介くんの言葉を若干信じとってあの金庫のどこまで行っとったもんな。結果的に京介くんの言った通りな感じだった。自分で抱え込みすぎる桜井くんのことだ。東国さんがいなくならないように自分には何かできなかっただろうかと考えているのだろう。目の下にクマもあり、あまり寝られていないようだ。今日はゆっくり休んでもらおう。建物の中までとなると一日ではとても無理だから、今日は4分の1くらいやろっか。うん。その前に一つ行きたいところがあるんだけど。おっと、いいそうだった、そういう展開だったな。ユリアちゃんの家や。いいけど、どこに行くの？東国の家だ。うん。ここも鉄くん視点で見えるんやな。お邪魔します。うわ、そうだ、お金持ち。この辺だったな立ち位置。そういや、東国さんの家に入るとすぐに、生活水準の高いあの違いに気がついた。彼女は天才一家だったし、豪華な家に住んでいても確かに不思議ではなかった。勝手に入っていいのかな。いいんです、いいんです。あ、石でも言ったけど京介くんの家にもなるかもしれないからね。そんなこと言ってる場合じゃない。うん、 そうだよね。この辺はだいたい視点が変わったけん、ちょっとこんな感じで鉄くんの思うとることが出てくるような感じになるような。メッセージ言葉として、桜井くんの態度がいつもよりそっけないのは心の余裕がなくなってきてるからだろう。玄関に東国さんの靴はなかった。多分ここにはいないだろう。それでも僕はそれを桜井くんには伝えない。彼が自分の目で確かめることに意味があると思ったからだ。リビングには誰もいないようだった。リビングの至る所に高級感がある。思わず声を上げていた。そうよな、一周目でも言ったけどさ、このでかいテレビ、芸能人とかが持ってそうなでかいテレビ。あ、一周目の時はスプラトゥーンやりたいなって言うたけど、今はレンボーシックスシージやな。レンボーシックスシージやりたいな今は。桜井くんが東国さんの部屋を開けるが、誰もいないようで肩を落とした。ここにはいないのかな。そうかも。もし東国さんが自分の意思で姿を消したなら、ここにはいないだろう。自宅は最初に探されたもおかしくない場所だ。京介くんもそんなこと言おったな、自分の心の中で。そもそも自分の意識で消えたのだろうか。そこには誰も触れたがらない、誰もが考えたくないのだ。この中に東国さんを消した犯人がいるだなんて。神谷くんも桜井くんも他のみんなも東国さんを除いてはみんなを一つにすることばかりに心血を注いでいた。それは裏を返せばそうしないとすぐにこのコミュニティが崩壊することを示していた。
疑心暗鬼に陥り誰とも協力できなくなる状況は避けるべきだが、無警戒でいて潜んでいる犯人に全滅させられるのはもっと避けるべき事態だった。そうやな、僕がやるべきことは犯人を探し出すことだ。みんながまとまっている間に影で動いて犯人を見つけ出すこと。今はまだ何とも言えないが、できるだけ早く見つけ出さなくてはいけない。てつくんもてつくんでいろいろ考えとんやな、こんな感じで。あ、どうした？あ、そうかそうか、ここやな、金庫があったんは。金庫が、そうよそうよ、この視点よ。あの一周目はこっち目線だったよな、京介くん目線やけん。これなんだろう。え？そうそうそう。こんな感じで、この辺は一緒やな、大体。どうしてこんなものが金庫に大切だったんだろう。あとこれってなんだ？ああそう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 、そうやったな。この辺は。視点が変わっただけで大体文章は一緒と見た。渡せはしなかったみたいだけどな。そうなんだよな。桜井君はうつむき、やがて顔を上げた。東国はこの金庫内にあるとある論文がこの世界を理解するために役に立つと言ってたんだ。そうなの？じゃあこの紙の束の中に何かヒントが。そうだろうね。だけど僕たちで確かに。一応全部持って帰ろう。今ここでその論文がどれかなんて判断がつかないし。視点が変わったらなんかすごいガラッて変わるな雰囲気が。同意しながらもこの紙束を持ち帰ることに大した意味はないと思っていた。金庫がもともと閉まっており、そして今は開いているということは、秋田東国さん、もしくは犯人が目的のものを持ち去った後だということだ。鋭い。一瞬目で京介くんも同じことを考えてたよ。なんか君たちシンパシー感じてるな。しかし何かヒントがある可能性も十分にある。ダンボールか何かに詰めて持ってくる。あ、ってことはさ、ダンボール探しパートが入るなこれ。京介くんがこっちに部屋におる間にどっかの部屋から持ってきたよな、鉄くんが。そう、てつくんがダンボール探すシーンも見えるんかな、これ。ありがとう。どんな感じで探しとったんだろう。部屋を出て家の中をあさる。ダンボールはの、納屋ですぐに見つかった。桜井くん。書斎に戻ろうとしたところで足音。あ！これってこのタイミングでノート見つけた時じゃん。ってことはこのタイミング、よーよー、やっぱや。ってことはこの時点でもう鉄くんが野本の存在知っとったんじゃわ。だとしたら一周目に鍵忘れてたよって言うたけど、あれ本当に忘れとったんかって話になるよな。鉄くんがさらっとどっかで盗み出して落としとるを拾ったふりをして返してきたみたいな感じになっとるんじゃん、これ。そうなるんじゃないの、この後。部屋の中を覗くと桜井くんが何やら一冊の分厚いノートを見ていた。ページをめくる手に勢いがある。驚愕した表情でノートを覗き込んでいる。ということは何かしらを見つけたのだろう。でも確かこの時は京介はこのノートの存在を隠してる。怪しい、怪しんごですね、これは。京介氏怪しんごですね。あからさばいて後ろで組んどるもん、あ、ちょっと怪しいわ。桜井くんは急いでノートを閉じて隠した。分かっとるもんな、てつくんも分かっとるもんな、ノート持っとったこと。本人は気づいてないだろうが、僕を見る表情がこわばっている。あ、いや、なんでもない。そっか。じゃあ、分かっとったんじゃ。詰めてみんなの元に。この時点で分かっとったんじゃ、そのノートの存在。そうだね。で、京介くんが隠しとるとことも。そっか。
桜井君はノートのことに触れようとしない。どうして？何か隠す理由があるんだろうか。桜井君がみんなに隠したがる情報、みんなにバレると自分が不利な立場になる、もしくは彼が大切にしているものが壊れてしまう恐れがある。桜井君はみんなが一緒にいることを大切にしている。それが壊れる可能性、恐れがある情報。犯人が書かれている？いや、まだわからない。下手な予想は考えを煮狂わせるだけだ。わ、手津くん意外となんか理性的っていうか論理的な考え方してるな。具体的に何かまではわからないが、重要な情報であろうことは確かだった。この部屋にあったということは東国さんが残したものだろう。桜井君はノートについて知らないふりを貫いている。話し出す様子はなかった。どうやら隠し通すつもりらしい。桜井君が隠したがっているのならきっとその方がいいのだろう。そのままにしておこう。あ、この辺こういう感じでね、追及はしなかっただけで。おっとっとっと、ああ戻るんじゃ京介君に。ここで京介に戻るんじゃ視点。ああこの辺りね。気が気ではなかったっていうかバレてるわ、バレてんだよな。バレてんだよな、これ。このページ破けてる。問題はね、この後どういう感じで鍵を盗んで忍び込んだかやな、鉄くんが。